もう選挙がもうすぐということになってまいりました。私は3年前選挙でしたので、今回は応援する立場でありますけれども、4月、7月、この決戦に向けてしっかり私自身も汗をかいていきたいと思っているところでございます。国会で私、財政金融委員会委員長という仕事を仰せつかっておりますけれども、今年皆さんご存知の通り消費税増税などもありますので、その増税に向けていろんなキャッシュレス化とか、そうしたことも話されておりますので、議論をしていきたいというふうに思っているところでございます。女性局の皆さんのこの1年のご多幸をお祈りいたしまして、私のご挨拶させていただきます。今年の1年よろしくお願いします。